JR 東日本が2024年3月のダイヤ改正にて、京葉線の朝夕夜間の快速、通勤快速をすべて廃止して、この時間帯の列車をすべて各駅停車に変更する方針を打ち出しました。暴挙のような感じがします。それに対し、千葉市などから沿線の価値を損なうなどと JR 東日本に対して強く批判し、近く JR 千葉支社に説明を求める意向を示しました。このダイヤ改正で、京葉線は日中帯、午前10時、午後3時台を除いた朝夕夜間帯は、快速をなくして各駅停車に変更し、通勤快速、上下線合わせて平日4本は廃止にします。快速の運行本数は平日は上下線合わせて現在の59本から24本に減便、土休日は上下合わせて89本から47本に大きく減便する予定です。 JR 東日本はコロナ禍以降乗客が完全に戻らず、コスト削減を余儀なくされております。京葉線に限らずほとんどの駅の中の時刻表や時計はすべて撤去、今回の件もコスト削減の一環ではないかと思われます。廃止する予定の通勤快速は起点の蘇我駅から東京メトロ有楽町線と乗り換えができる新木場駅までノンストップ運行しております。これが各駅停車に変わると、所要時間は東京蘇我間では朝は平均14分、夕夜間帯は19分ほど増えます。一方、現在快速が停車しない駅では乗車できる本数が増加します。平日で幕張豊砂、二俣新町、市川塩浜は31本、新習志野は32本増えます。各駅停車のみが走る時間帯は通過待ちにかかっていた時間がなくなるため、従来の各駅停車利用者の所要時間は短くなります。千葉市の神谷市長は12月21日の定例記者会見で、東京への通勤通学に相当な影響が出ると反発、極端な変更で市民生活を支える広域交通の在り方としてとても容認できないと厳しく批判。自治体が子育てと仕事が両立する環境を作ろうとしている中、その根底を揺るがすと述べました。熊谷俊人知事も21日の定例会見で、沿線の住民や事業活動に大きなマイナスで県として容認できないと述べました。 JR 千葉支社は今回のダイヤ改正の狙いについて、乗客を分散させることで利便性向上を図ることが目的と弁明しておりますが、このように地方自治体からの反発が出る始末となり、今回は相当な波紋を呼んでおります。 JR 東日本が京葉線快速廃止を強制執行するなら、千葉県千葉市から何がしかの報復措置もあり得るかもしれません。今回の問題はですね、JR 東日本が言うように、快速を走らせても、各駅停車との、接続で、結局遅くなるということなので、全部均一に各駅停車にした方がいいということで、まあ、ダイヤの整理をしようと思っております。で、京葉線はですね、複線じゃなくて、複線なので、要するに、各駅停車がですね、誘導列車を邪魔するということになりますので、まあそれをですね、今、ただでさえその乗客が減って、コロナ禍で、リモートワーク、在宅勤務が増えてるので、乗客減ってるので、まあこの一層、快速廃止しようということなんですけど、あと3ヶ月しかない、この状況であまりにも告知が急すぎるんじゃないかなと思います。もう少し根回ししてですね、1年前か2年前ぐらいから根回しする必要があるんじゃないかということで、あまりも急すぎるということなので、かなりの暴挙だと思います。